鈴鹿です。今日は油絵を描き出すにあたって最低限、こんな程度は欲しいだろうっていう、いろんな材料を、説明していきます。まずですね、キャンバスですね。これ今置いてあるの裏方にですね、画材屋行きますと F-4 っていうのを売ってます。F っていうのはフィギュアっていう意味なんですけど、この他に P、M とだんだん細くなってきます。サイズが。で一般的には F で、こういうのをハリキャンって言います。貼ってあるキャンバスを売ってるんですね。ロールで貼ってないやつもあるんです。それから木枠っつって、木枠だけっていうのも売ってるんです。でこの木枠は全部外しますと全部ここでバラバラに組み立て直せるようにできてるんですね、ここで。これ組み込んであるだけなんです。組みで打ってないです。糊もついてないです。だからバラバラになってこうやってできるんですけど、これは木枠と言います。まずそのキャンバスですね。絵を描くにあたってですね、ここにジェッソっていうのがあります。で、実はこれ片練りと軟練りがあって、軟練りの方がおすすめです。片練りですと、筆は使えません。ナイフ使って固く塗っていくんですね。これも出っ放しで何かするためのもんで、下地として、これの柔らかい方、軟練りっていうやつが売ってます。でどうしてこれを塗るかっていうと、実はキャンバスっていうのは拡大していきますとですね、この目がね、大きく開けるとものすごいマス目が大きいんですね、普通の生地よりも。そうするとですね、油で塗った後、昔じゃなかったからみんな剥がれちゃったんですけど、裏側から湿気が入ります。で油絵の具が半年ぐらい以上乾くと、1年ぐらいになるとカチンカチンに油気がなくなります。そのためにここから水分がこう入りますと、ちょっとしたショックでもってこう出っ張るでしょ、ほら指をこうやってやると、そう、そこでもって中でベリって剥がれちゃう。で知らないうちに平気だと思ってこうやってやってると、ポロッと落っこってきて、さあ落っこってくると、次から次へパラ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 。でそれを防ぐためにこのジェッソっていうのを塗ります。で気をつけなきゃいけないのは、このジェッソっていうのは水性なんですよね。乾いた後耐水になっちゃうんですね、通さないんですよ。だから私はいいやなんて言うけども、たまたまうまくいっちゃったやつずっと取っときたいとか、のために塗る。それからまたこれ塗ってあると描きやすいです。でこれを塗るにあたってですね、これ豚毛なんですけど硬いんです。 S とか大きいやつとかいろいろあるんですけど、最初こんなもんで。で間違えちゃいけないのは、さっきも言ったように水性ですので、塗り終わったらば水で、決して間違えてね、油で洗っちゃった人がいるんですよ。そうすると固まっちゃってぐちゃぐちゃになっちゃいますんで、水で洗ってください。次にこのモデリングペーストっていうのがあります。モデリングペーストっていうのは何かっていうと、下地でもって先に出っ張らしとこうとか、下地の段階でこう出っ張らしたりなんかするやつをモデリングペーストって言います。モデリングペーストとジェソと間違える人がいるんで、両方とも水性です。で、こっちは普通に塗れば2時間ぐらいで乾きます。こっちはだいたい1日経ってからベタ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 ってやって中に砂入れたり、どっちかすると、モデリングペーストはソフトとハイリゾートっていうのありまして、ソフトでいいです。その中にね、砂入れたりなんか入れてこうやって塗るとそこがザラザラになったりで、まず最初にやることはジェソを塗ってもらう。ジェソがなかったらば、たら最初練習だからいいやっていうことでもって塗らないでも結構です。できたらっていうことですね。すると次に今度だいたい鉛筆だとかいろいろ下書き、書くんですけど、その時に細い木炭だとか、こういう木炭っていうのは売ってます。キサシーフっていうのあるんですね。パステル用ですね。パステル用のやつで一回止めます。それから絵を描いていきます。それに絵を描く時のですね、この油なんですけど、これをちょっと見てほしいんですけど、絵を描くためのペンティングオイル、ペンティングオイルですね、ここにこう出てる。でこれはクイックっていうのは乾きが早いっていう意味なんですけど、ペンティングオイル。それからこれがね、タブロー、タブローっていうのはね、後で説明します。それからもう一個ルツーセッツがあります。これは加湿用、ここに出てるんですよね。ペンティングオイルは絵を描く時の溶き油です。このルツーセっていうのは、例えば3ヶ月とか4ヶ月ほこりっぱなしにしたやつとか、半年ぐらいの描きかけのがあるからとか、筆を加えようという時にルツーセっていうのを使います。
これはどういう意味かというと、接着剤と元の色に戻す。つまり黒い石がありますよね。あれ雨に濡らしたりすると真っ黒くなるでしょ。その効果があるんです。それと同時にその接着力で、古くなった絵、描き損なった絵は目に見えないホコリだとかで、そのまま描くとそこが結局ホコリやなんかの上に描いちゃうもんですから、剥がれやすいんですね、そこから。だから必ずこのルスセツ、これを塗った時に絵を描いたばっかの油がまた蘇ってきて色が鮮やかになります。ただし3ヶ月ぐらいしか持ちません。完全にもう筆を加えないと出来上がった作品であるという場合に、半年以上、約6ヶ月ぐらい経ったらこのタブローツーを使います。このタブローツーのは要するに保護用ニスなんですね。でこれ塗ってきますと何かであれした時に洗えるんですよ。でそういうその使い分けはね、それから最初からこんな高いものをこんないっぱい使わないっていう人は、こういうこのぐらいの大きさで探してみてください。このぐらいの大きさでみんな揃ってるはずです。画材屋さんに売ってます。でペンティングオイルを絵を描くときに筆入りませんよね、これじゃ。で皆さんこんな、なんかジャムだとかそんなやつにこう入れて使ってます。この無臭クリーナーっていうのは、これはまあ大きいんだけど小さいのも売ってます。これは筆を洗うやつ。それから冬場なんか作品が展覧会に間に合わないとか出なかったらなかなか乾かない、そういう時にここにね、シッカチーフ ブラウンっていうのは売ってるんですよ。これ早く乾かすためのものなんですよ。これをただ入れすぎると後に塗ったところが絵の具がひび割れします。だから少量にして、まあ、いずれもこの大きさで売ってることが多いです。ちょっと使う人はここにね、ペンティングオイルクイックドライっていうのがあるんですけど、これはもう調合されてます。だからひび割れもしないで、夏場の強い時だと一晩で、場合によっては描いてるうちにもう乾いてくる。で冬場これ使っても 2,3 日はこれすごく便利です。おすすめ、スペシャルマットペインティングオイルっていうのがあるんですね。でここの中にこうやってちょっと溜まってるでしょ、これをよく振ってそれで描きますとマットな感じが得られます。つや消しの状態で。それからこのテレビンっていうのはタブローを塗ってしまった場合、後から加湿したいっていう時にはそのままやると剥がれちゃいますので、テレビンでよく拭いてください。そこの部分だけ、修正したいところだけ、まあルツーセ塗ってそれで書き出すと加湿はできます。その他に服についちゃったとか、ただこれ揮発性なんで匂い強いです。火は気をつけてください。タバコ吸いながらこうやってやると良くないです。ものすごい揮発性です。でこれは油絵の具の専用のものです。それから描いたものを別の絵にしたいっていう時に、下の絵が邪魔だっていう、全然別の絵を描きたい、そういう時にキャンバスもったいないし、これから高くなってきたし、そういう時には2通りの方法があって、このストリッパーっていうのは硬くなっちゃった筆、あるいは硬くなっちゃったパレット、絵の具がですね、絵なんかもそうなんですけど、これを筆でこう塗ります。ただしちょっとでもつくと火傷するみたいに痛くなる。でも慌てないで石鹸で洗う、あるいは手袋ゴム手かなんかしながら、薄いゴム手だと通しちゃいます。これ結局いろんなペンキ剥がしちゃいますからね。でこのストリッパーっていうのは一番強いのが草壁で出てるやつがおすすめです。でこのやつをいらなくなった今までの絵をこうやって塗ると全部剥がれちゃいます。ただ問題はその後にやると、やっぱり加湿用、いわゆるルツーセをいつも塗ることを覚えておくといいですね。そうするといろいろ使えます。その他にそれは、おっかないしいらないや危ないやっていう人は、ここにキャンソールっていうのがあります。これ昔から出てるんですけど、ツヤ消しで非常にこう塗ると、上から塗るとグレーとかいろいろ売ってますけど、グレーが一番使いやすいと思うんですよ、白より。でこれ塗りますと結局乾いてから、これもね 2,3 日はかかるんですよ。何日間かは、冬場とまた夏場では乾き方が違うし、その昔一旦乾くと筆とかナイフでもすごくこう綺麗に塗りますね。下書きもできるし、でこれはドロドロしてます。筆は一般的に平筆なんですよ。なんでかっつうと、平筆の便利は前にも言ったように、こういうふうにも書けるし、こういうふうにも書ける中間筆
になりますね。だから100均の平筆なんてすごい最高ですよ。で、実はですね、ここが少し角が丸まっているフィルバートって言います。フィルバートっていうのはここが少し、一番一般的なのはこのフィルバートのセットですね。セットで買っちゃうと意外と安いですよ。で、これ豚毛です。柔らかいこう動物性のやつっていうのは高いんですよ。その代わり腰がないから油いっぱいつけてこうやってやるとかいろいろな方法がありますけどね。逆にナイロン筆っていうのもアクリル兼用で、使えます。アクリル用の筆としてナイロンでこういう筆があります。売ってます。一番太いのは、まあ最初のうちはここまでいらないと思うんですね。まあせいぜいこのぐらいでいいと思います。そうですね、1センチ5ミリぐらいですかね。だいたいこのぐらい。まあただね、これ13号って書いてあってこっちがね何号って書いてあるけど、メーカーによってみんな号数が違うんですよ。だから自分で目で見て号数関係なく、あ、こういうのが必要だなとか、ああいうのが必要だな、それから細かい絵を描く人はうんと細くでも買っておく必要があると思います。それから次にこのナイフなんですが、で慣れない時はこれでいいと思います。だけど非常に困ったちゃんなんですよ。これ繋がってるでしょ。一個の金具がバーンってプレスして作ってるんですね。だからすごい弱いんですよ。ちょっとぶつかっただけでグニャってなっちゃったり、このナイフの先っちょがほらこういう風に曲がっちゃうともうこれ使えません。でこれもやっぱりプレスなんですね。プレスでもいいですけど、この高さ見てください。ここの高さ全然違いますね。なんでかっつうと、低いとどうしてもここがついちゃうんですよ。だから高いのを選んだ方が、プレスしてあってもぐーっと高いのもありますから、高いとほらここにつかないで楽にこう、ところがこれだけ低いとやりようがないんですよ、ついちゃうんですよここ。で実はどこが違うかちょっとこれ見てください。この付け根をこれとこれですね、同じようなもの。こっちは溶接してるんです。溶接の後分かりますね、ここに。こっちないでしょ、もう横の太さが違います。ほらこれだけで、こちらの方が高いです。その箇所持ちは違うし使いやすいです。ここの溶接してあるやつって画材屋さんに頼むと取ってくれます。それで大きさとしては、まあ、一般的にこの程度揃えれば十分かと思います。最初は3本ぐらい順番に。でこういうしっかりした三角のやつがあると、いらない時に削る時に、あ、ここ出っ張っちゃったから、硬くなったやつを削ったり、まあできればこのぐらいの大きさのやつがあった方がいいと思うんですけど、最初はこのぐらいで結構です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねお願いします。